よし、じゃあ行こう。パイロットを助けに、あの青いとこ行かなあかんな。そんなサクッと行っていいんかな。よし、とりあえず ロープでそこだろう。よし、はい、めっちゃ光ってるとこあるやん。はい、いる。危ねえな。危ねえな。これは飛行機の様子を見て。ヘッドショット決めたからな。こいつらなんなんやろ。ああ、すぐに取り掛かるよ。手を貸してくれ。やばい。あ、バレた。バレちゃった。そうだよ。出ろ。はい、どこにいる。あと人はあっち行ったでしょ。来た来た来た。はい、オッケー、よし。やつらもすぐには狙えられない。俺のことすぐには狙えられない、狙えられない。あ、弓パート持った。誰か聞こえる。ロス、レイス、俺だ。そっちの状況は。俺も聞こえてるけど。町みたいなところに着いた。この島は異常だよ、うん、こいつらの目的は何なの。さあな、知りたくもない。フサムとホイットマンは見つかったか。いや、ララとは一緒なの。ああ、これから山を降りてそっちと合流する。了解。こっちももうちょっと近く。ララ離れてっけど。無線はオンにしといて。はーい。ずっとオンやわ。急に話しかけすぎ。薬草を使った日本古来の漢方薬を入れる瓶ね。ずいぶん長いこと封をされたままみたい。なるほど、これだから薬草3分の1とかでね、これ探して3つあるという、よく調べると隠された情報が明らかになります。どう調べんだよな、これ。ブルブルしてんこれ。よく調べ方がわからへんけどな。なんねやろな、どうしたらよく調べれんやろ。これわからへん、これはわからへんわ。よく調べ方がな、わからへん。よし、そこな。はい、155サルベージになったわ。中にあるわ。多分これ壊せんだろうな。どっかのとこにもこれあったけど、絶対これ壊せんやと思うよ。なんかピッキリとかでやれや、これほんま。煙どこ。あそこやな。よし、そっちに行くかそこに行くか迷わすな、これ。あそこに行くか、どこでも行けるやん、これ。やっぱ行くならそこなんやろな、もしくはそこ、あっち側から行ってみっか。あっち側に一応棒切りあっからね。あっちにしよう。ちょっとなんで銃に、なんで銃に変わってんの、勝手に。なんでこいつは勝手に銃に変えるかな。銃ボタン押したつもりないんやけど。銃のボタン押したつもりないんやけど、なんで銃に変わってんやろ。それから向こうか。よしよし、はい。はい、あ、なんかあるわ。オッケー。ヒーローと心の娘である私星は明日、うん、太陽の娘星に生まれ変わります、うん、何ね、私は女王の御事のりを賜り衣を授けられました。村という村に住む全ての乙女たちが夢見る誉れ。母は喜びに涙を流し、父は誇らしさで顔を輝かせています。父がこれほど朗らかに微笑むのを見たのは初めてです。この最高の栄誉により私たち一族は邪馬台国の名家に名を連ねるでしょう。生涯何不自由なく暮らせるのです。それどころか私が女王になる日が来るかもしれないのです。それなのにこの気持ちはどうしたことでしょう。はじめは気のせいだと自分に言い聞かせましたが、不安は日増しに募るばかりと言って召し出しを拒むことなどできない。そんなことをすれば我が一族は終わりです。それでも私は女王が恐ろしい。何を言うとんねん、ようわからんわ。なんだ、卑弥呼に仕えてる人ってこと。危ねえ、
まだズリって引っ掛けた、危ない。卑弥呼に、卑弥呼一家に入りましたみたいなやつ。あるやん。はい、私はこの呪われた島を去る決心をした。現代語訳。これ以上邪馬台国に関わるべきではない。本の虫。太陽の女王の力は未知のものだが、この世ならぬものであることだけは間違いない。思った通り、女王は最初から私の意図を見抜いていた。その上で私をあえて泳がせ、適当にあしらっていたのだ。女王は全て知っていた。この島を生きて出られたら、我が君をいさめねばならない。邪馬台国に手を出してはならぬと。邪馬台国の領海に近づきたくば、相応の貢ぎ物を捧げるべきだ。卑弥呼の怒りに触れることだけは避けなければならない。そうなれば、我々は破滅を免れまい。島で目にしたその他の物事、あの忌まわしき光景を、私は二度と語ることはないだろう。すげえな。完全にここに邪馬台国があったってんじゃないことはな。もう今やもう疑う余地なしやな、ここまで来たらな。あー、こっちとかの誘惑にも釣られそうやけど、行ったら大変な目に遭うかもしれんから。あっちか、そこの大木か。行きたい欲あるけどやめとこう。行って帰ってこれへんかもしれんからな。もういいわ、じゃあこっちにしよう。もういいや、進もう進もう。あそこへ行かないと。せやで、なんで急にグラグラしだした。もう風が強いかもしれん。今までそんなんなかったかな。やべ、ちょっと動いてるんやけど。やはりな、急げラナ、急げララ、急げ急げー。で、ペケだろ、ペケだよ。ペケ、ほら見ろ、ピッケリーでしょ、言う。じゃあ行こうぜ。体中傷だらけやろな。まあ、どこ行ったの。青い煙だよな。海外のやつは青い煙なんかな。これ松明でこれ灯籠に火つけていく意味あんのかな。なんかサイレンではなんか灯籠につけていった意味あってんけどな。なんかないかな、今ここまで来たご褒美とかなんかくれへんかな。ずりった、ほんまよく滑る女やな。何取った、サルベージ。ルナ、話はロスから聞いた。大丈夫、他にも方法はあるよ。だといいけど、サムの手がかりは。日本っぽい古い城に入ったみたいな。ウサギが来てる。嫌な予感がする。心配ないよ、多分観光だろ。もっとマシな嘘ついてよ。お願いだから気をつけて。お願いだから気をつけて。うまい。あ、おお、できる。そんなことできる。あ、こんな技できる。知らんかった。俺こんな技できるって知らんかった。やった。あ、ちょ、間違った。敵と戦うときもできるのかな。こういう技を覚えたん、いつの間にか。俺が知らん間にこれ覚えたんかな。なんかレベルアップして。やった。近接で戦えるやん、ほら。やったで、これで。んだよ、早くやらせるや、こういうことを。キャンプあるわ。不毛な谷。なんで俺いつの間にこんな技仕入れたん。今は無理ね。何喋り出した。何が、あ、できねえってこと。またなんか日記でも書くんかな思ったら違うんかい。4完了。ライフル全然やろな。うわ、全然足りひんな。大体もうこの辺まで来たら300いんやろな。この辺も多分無理でしょう。これいける。あ、もうちょいや。あと10人でいけるわ。ハンドガン、まあ、ハンドガン上げる方がいいんかな。あ、いっぱいある。よしよし。
やった、あんな技できるようになったら嬉しいな。うらやぶ、消えた。火が消えたわ。ああ全部、全部これ、あれか。どうせ一本道か。分かれてるようで。この遺跡、古墳時代を作る。遺跡、古墳時代を作るやん。めちゃめちゃ手、タッチする前みたいになってんやけど。おお、なんか横にスライドしたぞ。ペケ押しただけで。おい、どこから来た？巡礼。間違った。巡礼。巡礼の地ですか？女王。卑弥呼？どこに女王がいいんだよ。何を見て女王って言ってんだよ、お前は。わからへん。これ女王な。すごい。すごい。パイロット。パイロット。パイロット。いや、分かってる分かってる。子供か。これネズミやりたいのに。これさすがに。うら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 。ちょ、無理だ。帰っていくわ、この調子じゃ。帰っていってしまう。いった、よし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 。これいいんでしょ、多分俺的には。無理だった。だいたい補正してくれへんや。バイだったとか言ったら言ったのか。いや、口に加えさせられてる。何？わあ、爆弾、爆弾でしょ。やべえ、典型的な爆弾で吹き飛ばされたやつやったな、今の動きが。子供にしては随分手こずらせてくれたな。子供ね、お前は甘い。ええから出しとんの。予想通りだ。殺せ。わあ、後ろから、後ろに寄った。やべえ、めっちゃでっかいハンマー持ったやついるぞ。やべえ、めちゃくちゃ殺されてるやん。誰と戦ってんのこれ、こいつら。これ誰なんこの人ら。これ飛行機の人ら。誰が殺されてんのこれ。ああ、またもぶら下がってるわ。宙吊りじゃないっぽいなこれはな。お前だけなんでこう向けねえよな、これな。特別扱い、生きてるからこう向けないか。死んだやつはあの逆さ向きだから。ちょっと揺れるぞ。なんなん、書いてあるわ。 R スティックをやれと。はい、 OK。 うわー、落ちる。もうそらね、脳震盪で気絶で、あの距離から勢いよくいった。おまけに加速しとるもんな。てかさ、都合よく取れるよな、この腕のやつ。なんなん、くくられてたのに。なんなのここ。パイロットはよ、さっきの、多分さっきのパイロットでしょ、多分。やばい。やばい、サイレントヒルとかアウトラスト2に出てきそうなやつみたいなのいるぞ。やばいな、なんか引きずってんだよ、十字架か、十字架みたいな剣か。うおー、なんか動いてる。ぜ、うわ、あいつなんなん、あいつと戦うんでしょ、多分どうせ。ここ行くしかないよな、ここしかないよな。あんな真っ向から出れないっしょ。え、どうしたん。え、やばい、入ってきた。こんな動物相手っておかしいやろ。分かりやすい、こんなん気づきそうなもんやのにな。あ、さっきのなんかわけのわからんハンマーみたいなやつや。ハンマーというか、こん棒やな。なんか甲冑着てるよな、こいつ。甲冑っていうか、日本の鎧みたいなやつ。そら、ちょ戻ろうぜ。見に行こうや、どうせやったら。見に行ったりできへんのかな。うわあ、すげえ、殺されんや。すぐ殺された。いや、ね、ちょっと見に行こう思っただけやん俺。ちょっと見に行こう思っただけや。ええやんけ、なんか
バレてたんやな。いや、ピチョンピチョンってやられたわ。いや、わかった、戻らへんやもん。こいつどんな鎧着てんのかな思って見たかったよ。これ日本の鎧みたいなやつじゃないのこれ。足はなんか違うかもしれない。なんかちょっと見たかったなと思ったのにな。思いっきり振り下ろされたな、あのハンマーで棍棒を。わあ、また滑った。ほんとよく滑るよな。足元もうちょっと気ぃつけ。風の谷やでこれ。うわーすごい飛んだ。あんな丸タンポが飛んでいくとこだ、危ないでしょ。もうさすがにこっちは行かへんでしょ。あそこな、なんか橋みたいになるわ。これミイラみたいになってんな。乾かしてんのかな。だいぶだいぶ顎出とるなこいつら。うわあ、顎長。だいたい顎長いな。お、ガタロウ先生リスペクトのやつやこれ。ほら頭。さすがさすが、だいたいこういうとこは頭刺して語るよね。え、これなんかあるんじゃないそれ。違うんかなあれ。でっか、走れへんもんな。あ、ドリサそれ。あ、あれ壊せんじゃないの。あ、来た。まだ使えるかな。これだ。これだわ。出た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 。ショットガンを発射。いいよ別に。あー、やっぱり。いや、危ないよ。私を探してる。そりゃそうだよ。やった、ショットガンゲットだで。これいけんのかな。ここ登れるけど、地図見てみよう。あ、行き止まり。やっぱり行き、なんもないよな。よし、じゃあ行こう。やった、やっぱ吹き飛ばせた。どうした？トレジャーハンターの気が知れない。うわー、なんかまだパズルっぽいんじゃないのこれ。太陽の女王と嵐の咲き森。へえ、嵐の咲き森ってあれかな。風神雷神かな。初代太陽の女王、やっぱり邪馬台国なんだ。めちゃめちゃ力持ちやなこいつ。本当にいたのね。これ卑弥呼。今はもう骸骨だけど。信じられない。後ろなんか絵が描いてある。火に関連した儀式みたい。生贄を捧げてる。女性たちはなぜ焼かれたんだろう。巡礼。なんでこんな江戸時代みたいな絵やねん。おかしいやろ。この寺院の絵。頭もなんかあれやん、ギュってるやんあれ。こんな絵描くかい、邪馬台国で。バカなの。どういうこと。おかしいだろこの絵は。そしてこれが女王ね。いや、もうちょっとさ、調べて描きや、こういう絵。おかしいやろ。これは水じゃなくて、権力の譲渡を表してるとしたら、即位の儀式なんだ。こうやって後継者を選んだのね。いたぞ。ああ、見つかった。まずい。今しろ。え、戦うの。俺が仕留めてやる。はい、強えわ。はい、よいしょ、はい。あぶれ。
た？まだ？どこだ？よいしょ。OK、はい。あれ！近接いいじゃね。近接最強じゃね、これもしかして。近接超強いんやけど。近接激強ねんけど。近接でいいやん。やったぜ。何になったこれ。ちょこれはね、弓で言えばとりあえず。むちゃくちゃやな、このゲーム。下調べなさすぎる。え、待って。何上にいる。これどうなるでしょう。バレたかな。よし、あとは下いっぱいあるわ。オッケー。こんなもん、これ取れるもんは。すごいな、邪馬台国にこの絵は。おかしいだろ、どう考えても。むちゃくちゃやん。これセーブポイント。よし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 、間違った。いたぞって言われてるけど大丈夫かな。なんか喋ってる、ちょっとほっといてみようか。じゃあ喋ってるよりちょっとほっといてみようかな。これはピッケルエキスパート。これは怪人に敵の膝に矢を刺してスタン状態にとどめさせる。なんかカラカラ言ってるから言ったら危ないぞ、来たら。で、こっちにしようかな。これでいいか。スタンジャーピッケ止めさすことができる。そうそう、まあ、まあどれでもいいか。これでいいわ。はい、今までは一緒じゃねえ。別に意思でやってたやん。ちょ、絶対どっかいいんだよな。ちょっと今のうちに見とき。これいこうか。今のうちに、あ、つまりショットが上げれるやつをしたら今回な。何これ、これ400とか持っていく。ダメージをどうか、これにしよう。 OK、 別にそんな打ちにくくなかったし、これでいいわ。なんかどんどんやってんねんけど、もう近くで。え、どこにいんの。これショットガンで開けろっつうんでしょ。でもいっぱいなんや。あ、このためのショットガンね。てか、このショットガン使った時のための、ね、はい。いたぞとか言ってたやつはどこ行ったん。そもそも俺こっから来てるから、こっちいたぞとか言ってたやつはどこ行ったやろ。まあいいや。うわー、もう嫌なよ。うわー、やばい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 。もうまたそういうこと。動けへんやもん。危ないよ。うわー大変やな。うわー危ない危ない。もうだからもう行きゃいいんじゃない。ほらドドドン言ってる割には別に俺やることなんもないんじゃない。これ普通に行きゃ勝って行けんじゃないの。こいつは勝って行ってくれてるもん。え、飛んでいいの。ええ、まあ別に俺操作してへんからええけどさ。乗れるかな。まあ俺で登れる自信ないんやけど。危ねえ危なー。もう急にペケとか言うんや。また危ないわ。またペケを押す準備だけしとこう。急に押さされるのは 100% ペケやから。あとは Y ね、丸っこいのが出てからやったら。どこにいんの。え、見つかってるやん。
鬼、はい、何者なの、なぜ襲ってくるの。どういった、あ、縦のやつ来た、死んでもらうぜ。ほっほっ、オッケー、よし、あいつな、危ね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 、来いよ来いよ、おいおい、あ、待てやろ、待てやろ、ボタンが間違えて、ボタン間違えたんや、俺が。ええ、なんかマシンガンみたいに撃ってくるやつ、危ないやついるわ、めっちゃ危ないやついるわ、危ない、ちょ、そういうやついくから、ちょ、あ、いた、切られた、もう始末されたわー。